ですね、自腹、この未達を使って、このまあ先ほどの、ですね、棚の部分をちょっと切ってもらおうと思います。私、このクラフトマンのですね、ツールが結構好きで、ですね、まあ、この電ノコもクラフトマンです。ですね、今、ここに今、ライトが、手元が、今、灯ってますけれども、ですね、よく見ていただくとですね、このノコを下ろしてきたときにですね、ちょうどここの、ですね、まあ、中心切るところ合わせてありますけども、ここにですね、ちょうどこの歯の影が映ってですね、ラインがこう、スーッとこう浮かび上がるような仕組みなんですけれども、ですね、意外とこのレーザーみたいなのがこう当たって、スッとこう切るラインを、ですね、表示するようなマシンが多いんですけれども、これはですね、意外とこんな感じの反射というか影を利用して切る場所が定まるような感じになってますよね。だからこれまあ賛否両論あるみたいなんですけれども、意外とですね、レーザーでこうやるタイプはですね、ものによっては意外とこうちょっとこうずれたり、ですね、するような場合もあるのに対してですね、これはもう物理的にですね、影がスッとこう直線をもう素直にこう反射して映し出して、クッとこう一直線が出てますので、なんかこちらの方が意外と精度は高いようなこともあるみたいですね。今この後ですね、騒音がもちろん出ると思いますけれども、ですね、切ってみたいと思います。ちょっとずれてますね、今ね。ね、まあ、こんな感じですかね。今、まあ、遮断面、こんな感じで、まあ、ですね、まあ、きれいに切れてますね。ここでですね、ちょっと、面をですね、半分にしてあげて、まあ、この場合はもう、こんな感じで、ですね、まあ、横着な方法ですけれども、やっていきます。切れてなかった部分があったんですね、最初の方で。まだ、最後の方が、そうですね、ちょっと、どうでしょう、今、中、
ですね。これまた今ちょっと今ね、ここの先っぽがちょっと詰まっぶつかっちゃってますね、このね、それなんで奥まで行かなかったんですね。今そうですね、この先に伸びると先がですね、ちょっと今この引っかかるものがあってですね、それに引っかかって奥まで行けないんですね。単純なミスですね。これじゃあ一回これで OK ですね。もうこの繰り返しですね。どうでしょう。これでいくと1枚から5、8枚ぐらい取れそうですね。ぴったしですね、これね。まあ、初めからですね、これ割り算してあげてばよかったんですけども、なんか割り算せずに、ですね、無意識のままにやったんですけども、ちょうどぴったしですね、これね。全部で、1、2、3、4、5、8枚ですね、これね。思った以上に、これ8枚、取れました。ですね、ひとまずここですね切れましたんで、この後またヤスリをかけて次は、プライマーですかねにいこうかと思います。